白市内の小学校で開催された防災を学ぶ特別授業。 STB のアナウンサーが講師を務め、命を守るために重要なことを確認しました。将来高い確率で発生が見込まれている千島海溝沿いの巨大地震に備えるためです。釧路市では最大 20.3 メートルの津波が想定されていて、人口の7割にあたる11万2000人が避難対象になります。授業では子どもたちがたくさん体を動かしました。50メートルを5秒で走るスピードと言われている津波がどのくらいの速さなのか実際に走ってみたり、団子の形はどんな形してますか？丸だね、丸そうです。手は首の後ろです。そうそう、丸まって丸まって、みんな、はい、身を守るためのポイントなども体を使って学んだりしました。今回の授業でお子さんたちは、STB が防災についてまとめた小冊子も活用しました。首を守るんだよって、いいところを教えてくれたりして、すごいとってもいいと思います。津波の速さとか、中央小学校のどこら辺まで津波が来るのかとかが知れてよかった。どうすれば自分や周りの人たちが安全に避難できるのか、記憶に残る形で体験しておくことが、命を守る行動への大きなきっかけになるかもしれません。